坂本勇人、3000安打と立浪の歴代最多二塁打記録超えが目標と明言。坂本は迷宮会メンバーの方たちにも、お前が3000本打てと言っていただく目標にしていると明かした。日本球界の3000安打達成者は通算3085安打の張本くんだけ。イチローは日米通算4367安打、残り42と迫る。立浪和義、中日が持つ歴代1位の487二塁打超えにも、なんとか日本一の記録になれるようにと意欲。2000安打も日々の積み重ねで達成できた数字、その気持ちは変わっていない。普段の努力で突き進む。素晴らしい二塁打記録、素晴らしい日本記録。あの体格でやってた立浪は化け物よ。本塁打記録とかならわかるけど、二塁打記録って微妙だよな。狙って二塁打打つくらいなら本塁打狙いよ。立浪は坂本を可愛がってるからの花束贈呈まで監督続投してくれよ。立浪、坂本より若い山田の方が先に衰えてしまった。そういえば坂本がはっきりと目標ですって言ったことないよな。残り700切ってるからな、来年離脱しなかったらまた150安打くらい打つだろうし、一気に減らせるわな。坂本が目標ですっていうの珍しいよな。あらゆる日本記録コンプリートしすぎて、いよいよ見えてきたから、スボスが日米通算ならイチロー、松井、青木、福留とかに抜かれてるやろ。何の価値があるんやこの記録。ご視聴ありがとうございました。